よし、今日も一日頑張っか。腹減った、はあ、帰って飯食いてえな。依頼溜まってんじゃねえかな。次郎三郎に迷惑かけちまったな。お、やべ、さまときのシャツにカレーつけちまった。ダメだダメだ、考えたってしょうがねえ。よし、コーラでも飲むか。最悪だ、口からさまときの声が出るんだぜ。やってられっかよ。あ、今日ラノベの発売日じゃねえか。本屋まだ開いてるよな。次郎たちに夕飯作ってやれねえとは気がめいるぜ。カレー作ったらさまときの射程がビビってたな。まあいっか。なんで俺がさまときの清潔を保たなくちゃなんねえんだ。ふうふう、風呂行くか。おし、今夜は録画したアニメ全部見るか。明日は俺の体に戻ってますように。うげえ、口ん中がやにくせ。近所の中華屋、おかしいだろ。酢豚注文したら豚肉と玉ねぎしか入ってねえ。人参とピーマンはどこ行った。へえ、さまときは脇強いみたいだな。全然くすぐったくねえ。自分が自分であるってだけでありがたいと思う日が来るとはな。原因はわからねえが、どうにかなんだろう。今までみたいに。サブローはしっかりしてるが、ああ見えて繊細だからな。今回のこと、ショックに思ってるかもな。次郎は俺のことをどうにかしようとして、変なことに巻き込まれてなきゃいいが。マカロン食いてえなぁ。なんて、エイプリルフールに乗っかって弟たちを驚かせてみっかな。春ってのは過ごしやすくていいぜ。つっても、まだ肌寒い日もあるからな。外に出るときは念のため上着持ってけよ。